はい、はい、どうもー、はい、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。毎日動画頑張りましょう。はい、ね、紙飛行機ってあるじゃないですか。ありますね。折り紙、あーね、これでどっちのみたいな。で、100枚ぐらい入ってるんだよね。うん、分かんないけど27枚27枚、1枚5円ね、うん、4円とか5円とか、うん、これ、うん、一方その頃、うん、その頃、うん、こちら、これ1枚600円の紙なんですよ。買うなよそんなの。かけえよ。内緒で買った。なんでそれ見せて。驚かせようと思って。いやいいよ。やばくない。どっちの方が飛ぶか。いやこっちだろ。しわくちゃだぞこっち。ちょっと揺れますか。開けてたよ。高いからしっかり。これ見つけた。いやそれは普通に安い紙で。ついてる。ちょっとこれ。これすごいいい紙ですよ。いや、いいかもしれないけどよ。いや、もう市役所じゃん。いや、これ600円なの1枚。そう、高っ。買いました僕が。いや、折半になるじゃん。どの色がいいか、お前が選んでいいから。これ精密にやってきた。これ600円の紙飛行機。これで1200円だぞ。マジで。いや俺手震えてたもん、これ買うとき。だからさ、驚かせようと思って。いや、驚いてるよ。最高に驚いてる。驚いてる。蹴散らしたあたり。そうそう。4円のやつ。600円ってやばい。どっちが飛ぶのか。ちょっとやってみて。で、富永チーム、カンタチーム。はい。で、こう対決。どっちだ。そうだね、そうだね。じゃあ行きます。はい、じゃあ行ってみますよ。青春みたいなことになってる。いや、だからさ、ダメじゃん。600円の紙。俺のもこんな感じ。いや、今日ね、風強いのね、計算外。マジでちょっといいよ。こうやっていきます。行きます。風捕まえろ。風捕まえ。お願いしますよ。来てる来てる来てる。いけ。お。いやだから。違うんだよ思ってたの。お前の。いいから行けよ。あんな綺麗になる。やっぱ。2つ寄る。だからやっぱさ、コンビだよね。立ち位置までだって俺がちゃんと左でお前が右で漫才始めたわ。はいどうもね、600円の紙で漫才やってますけど、ね、はいどうもお願いします。頑張ってみて。最近寒いなと思って。あー寒いですね。最近カレー食べようかなと思ってたんですけど。あーいいじゃん、辛いもん、ね、そう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 、カレーにライスかけて逆逆逆、うん、ライスにカレーだから逆か。どうもありがとうございました。で、福神漬け飲んでたんだけど。逆逆ではねえよ別に。逆ではねえだろそれは。まあまあまあ、はい、感じで。